坂井。行善様のお話を聞いたことは。ここも人手が増えて嬉しい限りだね。他の皆は？みんな支度は済んでるよ。ハンを殺せるのはこの対馬にあんたしかいないって先生が言ってた。一人では無理だ。しかも策がなくては。あいつは手下を従え港にいるよ。まず守りの穴を探さねば。その先にあるハンの隠れ場もな。鳥にでもなれたら楽なのに。いいところがあったよ。闇が味方のうちに立とう。泉の港、かがり火台からならよく見える。登れればだけど。気づかれなければよい。いざ行くぞ。島から本土に渡り蹂躙するつもりなのだろう。今を逃せば。この花、俺の毒の元となる花だ。猛虎が積んでいったんだね。我らを殺すために。毒を使ったこと悔やんでるか。危険を承知で大勢の命を救ったのだ。もっと大勢が死ぬことになる。その前にハーンを止めるほかない。そうだ、ハーンを殺さなきゃ。攻め入るのは無謀。崖側から回り込むぞ。物見の裏を書くのか。いいね。Mm-hmm.
樽の中身は何だろう。火薬かな。花だ。毒用の。一樽で何百人も殺せる。ハーンは本土で使うつもりだ。対馬から出してはならん。かがり火台から港を物見しよう。先に行って。海を見る。ないで。嵐の前の静けさ。こちらの利になるようだ。今は火を消したままにしておく。もうこの船の目指す印になってしまう。やつらが去ったらつけよう。さあ物見と行くか。こっちだ。良い案が出ると良いが、鳥がこう描いておる。何かが来るのを怖がってるみたい。嵐だ。じき陸に降り立つのだろう。港の長の屋敷、あれがハーンの隠れ家かもな。船着き場にも水軍にも近い。賢いね。あそこに旧兵を置ける。猛虎を丘に誘い込む。騎兵に囲まれてしまうだけか。あの辺りに兵はおらんな。開けてて守れないから。だが不意打ちには申し分ない。あの岩場から猛虎の水軍を見て取れる。ヒヤリがあれば船を真っ二つにできるのに。ハーンは本土に向かう手はずがついておる。船には兵も火薬も積んであるだろう。俺の毒も。対馬で止めねば日の本が危うくなる。大風がいつ来るかが肝になる。大風が来ればハーンは船を止めねばなるまい。その時仕掛ける。船も積み荷も壊してやる。そのためには兵器を盗まなきゃ。お主ならば安きこと。ふん。その後はどうする。小勢が猛虎の気をそらし、俺が港に忍び込む。そしてハーンを撃つ。いい策だ。では上学で司祭を決めよう。酒井。弓の修繕をいたしましょうか。私ならばあなたの弓の力を引き出せます。それは頼もしい。ぜひ見てくれ。もったいないお言葉。では素材をお持ちくださいませ。その後は私が。これでハヤブサをも落とす一夜を放てるでしょう。また来よう。お頼みを聞いてください。殺されたらしい。生き残り。いい知らせがあるよ。酒井様。策が出たのか。返事がヒアリを盗めそうな場所を見つけた。今から向かう。幸先が良いな。だが兵の数が足りん。ダメだ。叔父上もハーンを葬りたいはずだ。ご加勢くださろう。捕まって牢屋行きだ。では叔父上に宛て文を残せばよい。城は侍だらけだよ。蹴取られる前に城を出る。
よし、叔父上への文が書けた。城へは馬に乗っていかなきゃね。死んだ馬にはかなわないけど、こいつらも使ってやって。仲良くしよう。名前は何にする？影、世を守る闇。いい名だね。どうやって城に忍び込むつもり？あそこで育った。城壁の抜け道は全て覚えておる。子供の頃よく叔父上から隠れたものだ。ジン、何をしておる？ああ、夕げの魚を取っているんです。素手では取れぬと分かっておろうに。おじ上にご子息が生まれたら、私は捨てられますか？ジン、妖霊。思い違いをするな。わしは生涯続くこの道をお前と歩んでいくぞ。何があろうと。化け物になり下がったと示すだけ。
何が聞こえた？調べよう。何か頼りはあった。猛虎は毒で民を殺しているそうだ。いかがしたいのに毒を仕込んだ。いや、毒屋が改めておる。たとえ傷は浅くとも荷が改められるまで待つか。弓の腕が劣っていようとも人を殺められるのか。クロードのおかげでな。怪しいものはないな。ありがとうございます。一体何だってんだよ。用心を重ねてらっしゃるんだ。菅笠衆のことがあったからな。誰も信用できないんだろう。だけど俺らは秋人だ。侍じゃねえ。絹売りの荒太郎、覚えてるか。あいつクロードの毒を手に入れて止めに持ったらしい。唯一の商売敵だったからな。トメもかわいそうに口から血を吐いて死んだらしいぞ。だから荷を調べられた。中身が何かわからんだ。志村様を裏切るわけないのによ。俺もさ。だけど今は我慢しなきゃな。叔父上の座敷に入り、文を残していかねば。いた、号令していらっしゃる。
前と劇を飛ばしたかった。ジン、恨むぞ。最上階、今なら忍び込める。城郭の2カ所で猛虎が敗戦を喫したらしく、どちらも境、いえ、クロードめの仕業かと。いかがされますか。クロードの仕業は猛虎を…ここにはいない。次こそ捕らえるぞ。見えないが、近くを目に留まりそうなところに。坂井だ。出会え。叔父上、お目にかかれぬことをお許しください。ハーンの水軍は泉に集まりました。本土を制するに足るだけの兵と毒を積んで、しかし大風が来れば、その時こそ猛虎を撃ち船を沈める時。何とぞご加勢よ。そしてまた間見えんことを。父と子とは申さぬまでも、歩む道を違えた武士として、叔父上がいかがお考えになろうとも、身内には変わりませぬ。